皆さんこんにちは、ノア。連日の猛暑続きにみんな夏バテ状態ですが、今日も元気にギロックより荒れ果てた舞踏室を弾いてみます。荒れ果てたピアノ教室ではありません。左手と右手の役割分担を意識しながら弾けると、この曲はとても良い曲になります。荒れ果てた舞踏室。ピアノ教室ではありません。荒れ果てた舞踏室です。良い子の皆さんも人、教室の備品
大切に扱ってくださいね。ピアノを学ぶ環境、意識、練習意欲、意識を持って楽しくピアノを弾いてみたいと思う興味付け、大切に一人一人の個性や自主性を尊重して弾かせてあげることも大切なことですが、上達するためには好きになりましょう。毎日みんな少しずつ練習を楽しむ気持ちで鍵盤に触れてくださいね。ピアノを学ぶ意欲、意識、これを保ち続けるということは本当はかなり難しいことでもあります。楽しいから練習、誰でも停滞期、秋が来る時期などがあります。それを乗り越えて初めていろんな曲を弾けるようになります。気長に温かい目で見守ってあげましょう。バイバーイ。ひょっこりはん音楽講座でした。荒れ果てた舞踏室。